砂田茂民砂田茂民は日本の政治家。父は自民党総務会長を務めた砂田茂正。重廷は元自民党衆議院議員の砂田啓介。兵庫県神戸市出身。立教大学経済学部卒業。河野一郎の秘書を経て、1963年の第30回衆議院議員総選挙に父、茂正の後継者として、 九兵庫一区から出馬し初当選。当選同期に、小渕恵三、橋本隆太郎、小宮山十四郎、伊藤正義、田中六助、渡辺道夫、佐藤隆之、藤尾正幸、中川一郎、三原浅尾、鯨岡氷介西岡武夫、奥野誠介などがいる。以後二回連続当選後、三期目途中で議員を辞職し、1972年の 神戸市長選挙に自民党と田元を分かった現職の宮崎達夫に挑む形で立候補したが落選。同年12月の第33回衆議院議員総選挙でも時点であったが、1976年12月の第34回衆議院議員総選挙で返り咲いた。1977年11月、衆院当選4回ながら、 福田内閣の文部大臣として初入閣。1979年、立教大学交友会会長。自民党総務局長、予算委員長などを歴任後、1990年2月、第二次山内閣の北海道開発庁長官兼、沖縄開発庁長官に就任したが、病気のため任期途中で辞任。同年9月24日、呼吸不全のため死去。 73歳だった。衆議院選挙の当選回数は通算8回。ありがとうございます。